どうも山です。ふみです。わかちびです。今回九州大学やってきました。はい、ここにある企画、九州以外出身の九大生負け組説を継承やっていきたいと思います。おー、僕の同級生で見たのよ。兵庫県から九大行くやつ、はい、山下くん、負け組でした。やめろお前。いや、あのだから阪大とか、はい、まあ、神戸大とかに行けない人は九大行くみたいな、ね。そうそう、はい、だからそれ負け組が多いんじゃないかという。おー、だからちょっとね、九州じゃないとこ出身の九州来たみたいなね、はい、人ちょっと探していきたいなと思います。はい、妥協してるから聞いていきましょう。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄ツイッターとインスタも絶対お願いします。スタート。わかって TV。 国鉄 TV 第3弾開催決定。7月31日東京の八王子で開催します。わかって TV があなたの恋愛を応援します。詳細は概要欄をチェック。はい、男の2人見つけました。はい、九州以外出身の人どちらですか？はい、おこちら地元はどちら？僕大阪です。大阪。高校の負け組やったかどうかで聞きましょうか。はいはいはい。高校名どこですか？あ、三国学校。お、進学校。公立。兄弟バンバン出るよ。負け組ですか？そうですね。負け組はさ、三国学校はやっぱ兄弟って偉そうにできるのよ。ああ、まあそうね。反対で耐え。神戸でもちょっと怪しいよな。で、はい、九州は県阪神から外れた人たち。いや、やめろお前。農学部ってまあ珍しく見えるけど、はい、別に神戸大とか京大とかにもあるから、わざわざ九州来る理由がないの。いやいや、ねえ、まあ。なぜ京大に？京大の農学部行けなくて、学力的になんでちょっとここ来ました。うまい。やめろお前。ちょっと喜ぶなお前。俗に言う菅原の道真状態です。どういうこと？菅原の道真は、はい、京都から太宰府に飛ばされたよね。はいはいはい、あのちょっと上の人に嫌われたりとかして、はいはい、思いっきり関西から九州に飛ばされてる。やめろお前。太宰府です。やめとけよお前。前期京都行けたってこと？いやもう諦めて全然諦めない。そっか。九州の人が多いじゃないですか。君は九州？はい、僕。あ、熊本出身でこういう人もいるわけじゃないですか。で、この人らからしたら結構憧れの場所やったりするわけでしょ。はい、一番ね。で、そこにこう混ざってきてるわけじゃない。これどういう気持ちなの？複雑な気持ちですね、やっぱり。九大ライフは楽しめてますか？めっちゃおもろいっす。何が楽しいの？友達とワイワイできるとこですかね。関西人はノリいんちゃうの？関西人もノリいいっすけど、うん、九州の人もやっぱノリいいかなって。友達？友達っす。ノリいい。オリス、めっちゃ面白いっす。自分で。大丈夫？ちょっといいっすか？何何どうしたどうした？高校行ってないっす。高校行ってないの？中卒でここに来てるんです。え？そうなの？喋り方が中須のキャッチやった。やめろ。中卒でどうやって球団入ったの？高卒認定みたいな。はい、高卒認定取って塾の自習室だけ借りてずっとカリカリやってて、現役で。来れました。中卒まみれ宮廷。やめろお前。彼ぐらいでしょ、ね。宮廷がね、中卒まみれどうしよう。やめろお前。はい、九大生の男女二人見つけました。はい。地元の二人とも九州じゃないんですよね。はい。どちらですか？神戸です。あ、神戸。はい、あなた。私山梨です。うわ、関東じゃないか。甲信越ですね。はい。神戸って高校どこっすか？白陵。出ました。ガッツポーズする。高砂のね、白陵、はい、名門です。はい。受けたの白陵は？僕は受けてないですけど、僕のいとこが白陵です。そう、いとこ白陵や、それ。ちょっと待って。うん、白陵は、京大阪大なんよ、完全に。え、神戸大だと？神戸大でもきついよ。あら。負け組ってことでいいんすか？大丈夫です、全然。あ、負け組。だって、高3の初めて、共通テスト、400ちょいしかなかった。めっちゃ負け組や。白陵高校の近くの播磨南高校に負けとるじゃん。やめろ、お前。山梨は、もう。山梨よ。甲府南とかっすか？いや、吉田高校。知らん。なんで九州大に？下校があるから。うわ、これは負け組とは言えない。関東の大学も行こうと思ったら行けたってこと？行くとしたら、まあ関西かな。で、関西の大学行こうと思ったら行けたけど、あえて球団にしたみたいなこと？そしたら負け組じゃなくなんねんけど。負け組でしょ？いやいや、誘導尋問するな。わざわざ九州行かないよね。何をしてんの？芸術工学部では。うん、先生聞いて、先輩聞いて、うん、授業受けたんですけど、うん、何するのか分かんないんです。いや、お前や、お前。女の子何してんの教えてよ。ほんまに何学んでんの？うん。あれを言えよ。言えよ、はよ。ということで言うと、うん、デザインなんですけど。デザインなんや。私は地域の産業を盛り上げたいという、ね、あ、そういう社会学的な地域振興みたいなのもあんねや。だから一言で言うのが難しい。まあ英語さえいいですね。めんどくさいです。宮廷のめっちゃ下に。もうちょっといいから。わざわざ。兄弟様なんで。やめろ、お前。はい、じゃあ、九大生の二人見つけました。はい、これ、二学部物理学科は言ったら、じゃあ、どこでもできる。まあまあね。これ、負け組の可能性高いよ。いや、本当に？地元はどこですか？地元、岐阜。岐阜？え？ここは。高校はちょっと、人前で言えないように。人前で言えない？大学南っていう。おー、知らない。あんま有名ではないです。地元はどこですか？広島です。広島ね。広島確かに、上り下りの概念で言うと、はい、関西に上りたいはずやな。福岡って下りやんか、ね。そうですね。都から離れてるわけやから。はい、なぜ九大に？九
旧大がまあ自分のレベルに合ってたから。いやもう。ほんまは名古屋大行きたかったやつや。やめろお前おい。名古屋大行きたくなかった？行きたかったんですけど、うん、数学が苦手だったんで。明大数学解けず。解けず。旧大は解きやすい。最近軟化して、まあ、旅トントン。そうなんだ。やめろお前おい。今負け組かどうかを検証してるんですけど、結論どうなんすか？勝ち組。勝ち組。まあまあ、宮廷大の中でね、本当に勝ち組だったら名古屋大行くでしょう。まあそうやな。ね、これさ、不思議なのは、はい、大垣南高校やんか、うん。で、九州大学受かったって言うわけや、うん。誰が喜ぶんっていう。はい、いや誰が喜ぶって。九州大の価値を岐阜の人は感じてくれへんわけや、ね。喜んでくれた周り。周りは結構褒めてくれましたよ、うん、ほんまにすごさ分かってんのか九州大学大学行かない子とかもいる高校ちょっと今ちょっとその子たち九州大学分かる知らないやんあいつ九州に亡命したらしいよやめろお前おい九大でしか学べへんなんか物理のなんかがあるっていうんやったらまた話変わってくるよ確かにそれはあんのそれは分かんないですないよね分からんってことはないよねやめろということは逃げてきてます九州いやまあまあまあね負け組です、まあ、ちょっと申し訳ないリクスはよリクスはよお兄さんお兄さんねそう広島やね高校どこやったクレミスタ高校って知らん知らんどこ九州大はそういう無名校から結構集まってんねややめろお前広島の人って関西に行きたいとか医学部志向とか、ね、どんな感じなの進学事情はあんまり医学部っていうよりかは宮廷とか関大とかに行きたい人が多かった、うん、関西なんや広島から近くの宮廷って言ったら関西やねんけどじゃあなんで九大に来たえいやもう無理っすよ無理っすよ登れなかった登れない登れない登れない元々広大志望ではいはいはい広大も全然無理だったんですけど、うんまあ、ちょっと上がってって協定とか違反ってやったんですけどそっから出した感じなんでギリギリなんですよ自分あそうなの全然喜べますちょっと勝ち組なんやそうだ自分の中では、ね、自分の中では、はい、広島の人らの中で九州大学行ったってことはどう受け止められてんねやろねいや結構褒められますけどねあ島やとか、まあ、広大より上だからまあそうやなやっぱ九州のちょっと影響もあるもんなねえねえ休憩で糸島のカフェやってきました、はいまあ、近くですねいちごで有名なねパフェ屋さんですね、ねうわすごいめっちゃ映えとるわ食べていいですか僕はいどうぞうまそういただきますはい甘っ内部進学ぐらい甘いわいやいやバカタレがやっぱ福岡といえば甘王ですよいただきたいと思いますうん、甘おう俺自分のおうチェケーはいじゃあ二人組つきましたお兄さんは地元はどちらなんですか兵庫県おっしかも書いてあるやんはい長田兵庫県御三家高校の愛がすごいなんで九州で来た芸術工学部っていうのに興味があってめっちゃ押すやん何がいいの芸術工学部芸術工学部やっぱ、うん、普通の国公立じゃあんまり学べないような、うん、デザインとかが学べるっていうのでおうそれが学べる国公立って言ったらやっぱ九州大学、うんデザインとかそんなわかんの好きなのデザインは、まあうん、まあ好きっちゃ好きどんなこと学びたいの大学でずっと理系で物理とか学んでて、うん、大学でもこのままずっと学ぶんかって思うとちょっとあんまり希望を持てなくて、うん、もうガチガチの理系やとね新しくなんかデザインとかちょっと変わったこと学びたいなと思って芸術工学へぇ京大とか阪大じゃできないできますいやできます君が答え京都大学の総合人間学部ってところあるんですけど、はいはいはい、そこはもう何でも学べると言われてます、はい、なるほどね、はい、そこ絶対できるのよ、はい、大阪大学も人間科学部っていう、うん、学際的な、まあ、デザイン特化じゃないけども、はい、もう何でも学べる学部もあるのよ、うん逃げただけやろ九州いやいやいやそんな永田の落ちこぼれやろいやいやちょっと当たってます勝ち組負け組で言うとまあまあまあ勝ち組いやだからやっぱ強がんな九大はいじゃあ4人組見つけました、はい、九州以外から来たのはあここ2人地元どこですか広島です広島、はい、埼玉です埼玉出ました関東やねえ関東ですよこれここはどこですか大学ですあ出ました新学校超新学校、はい、なぜ九州大学に、うん後期で後期、はい、あらどっか落ちたんだ、うん、東大落ち東大落ちこれは正真正銘負け組ですやめろお前そうだな、まあ、広大附属天下のね賢い高校ですから、ね、やっぱ広島から、うん、東京行きの新幹線に乗りたいわけやんか、うん、逆のホームに上がるわけやん、うん、それどんな気持ちで東大から遠ざかってるわけやからねまあまあそうね旧大にしたの何年ですかね後期旧大と北大ぐらいじゃないですか。ああ、なるほどね。文系やった阪大とかもね、あるけど、そうかそうか。ショックだから声小さい。いやお前が気づいてるからだろ、本当に。埼玉の声を気になるのは、うん。埼玉やったら、九大って選択肢なくないですか、うん、なぜ九大競争学部。
競争学部の人なんだ。九州大学変な学部多いな。いやいやめろお前。芸術校だ、競争だ。え、フランカやめろお前、おい。何するんすか、競争学部。何してるかは分かんないです。うん、いや、そういう学部多いな。コンセプトは、コンセプト社会課題を、いろんな学問を用いて解決しよう。実際何やってるか分かんないので、今日の授業で学部のコンセプト考えようみたいな。学のコンセプト自分の考えてくれよ入ったんや我々は何でもできる、何にもなれないとかコンセプト考えたんやとか何にもなれへんねや、あかんや人はいつからでも何でもなれる中田敦彦のオンラインサロン、その中田敦彦のプログレス中田敦彦の真逆何にもなれない競争学とかどんなキャッチコピーやったの4年で卒業できると思うなとか、いや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 結構スパルタな女子高生やった時に九州大学行きたいなと思ってきたわけやんか、それはなんでなん、やりたいことなくて人に学部決めるのは嫌だなみたいな感じで何でもできるとかにしよう入って困ってる九州以外出身の9大生負け組説を検証やってきました、はい、結論本人たちは全然認めてないと、まあまあまあそうですね、まあ宮廷の誇りというか、はい、理由あって九州大学来たんやぞみたいなね、そんなの感じましたね、まあ9大すごいですよ、宮廷大ですから、うん、まあ9大ならではのね学部があったりとか、はい、まあそういうのも魅力やったりもするし、うん、結構いろいろできすぎて選択肢も悩んじゃうみたいなね、はい、そんな人もいたりしたんで、はい、まあちょっと考えてみてもらえたらなと思ってます、はい、皆さん参考にしてみてください、チャンネル登録高評価、ガルガツイートアップインスタも絶対にします、じゃあ今日この辺でバイ。